岸田さんはね、日本人がついてるんですよ、珍しく。平安時代にいた、その時も政治家をしてますけども、そういう男性がついてたりとか。逆に二階さんは、今回岸田さんが総理大臣になったんですけど、うん、今その岸田さんの守護霊さんって何か言ってたりするの？まあ岸田さんぐらいのレベルになるとね、一人や二人じゃないんですよ、ついてる霊団っていうのは。非常に大きくて、もちろんそのいろんな霊団がいるわけです。その中には例えば企画チームもいれば、政治に対してやる人もいれば、革新型とかいくつかのチームが突然今たくさんドーッと増えてきて、じゃあこの人を日本をまとめていくんだからってことで集まってますよ。でもちろんその中ではイエーイってただ喜んでる人たちもいます。でどうせなら日本で政権取ったんだから、日本でトップを取ったんだから革新してやろうぜっていう感じもありますけど、同時にこれ今のまま自分たち何もしなかったらまずいよね、こう狙われるよねっていうふうに怯えてる人たちも、今の段階ではそういう感じですよ。ただバカ騒ぎしてる人もいれば、幕末の志士じゃないけど、ここでちょっと日本を変えてやるぞっていうような意思も見えますよ。ただこれね、皆さん分かってほしいのは、一番これ怖いのはね、まあ、これあんまり世間も言わないんで僕言いますけど、二階さんがやっぱり怖いんですよ。二階さんってやっぱり黒幕なんです、どこまで行っても。だから二階さん自身の動きで岸田さんの次の政権って決まると思うんです。具体的に言うとどうするかというと、その二階さん自身が本当に岸田さんに今回外されたことに対して恨んでるわけですよ、怒ってるわけですよ。それで今度二階さん自身が麻生さんに働きかけた時が問題が起きていきます。麻生さん麻生さんでやっぱり考え方が右に左に自分の居場所によって変わる人ですから、二階さんと麻生さんの人間関係の中で、二階さんがいやもう絶対岸田を潰すんだっていうふうな形で麻生さんに圧力をかけたら短いと思います、政権は。まあもっと言ってしまえば、これってもう麻生さんで決まってるんで、今の政権っていうのはね、次の政権まではやっぱり麻生太郎っていう人の力はまだまだ僕は影響すると思いますよ。まあそれをするために本人生き残ったわけですし、二階さんを外すことを容認したわけですから、逆に言うと二階さんからすると、今回俺外したよな、ちょっと借りあるよねっていうところはあります。そういうところでやっぱりお互いに、その政治ってすごいドロドロしてますけど、バックでも今いろんな話し合いが起きてますね。だから岸田さん自身って首洗ってる感じですよ、経済界も含めていろんなところがね。まあこれ岸田で行こう今回はっていうふうに話がまとまれば進んでいくし、安倍さんの時のようにね、いやいやいや、いつにさせてもさ、どうなるのかなって、麻生どこまで手伝うのって、いやどうですかねって話になってきた時に、もしかしたら政権の短い内閣になる可能性もありますよ。いずれにしてもゲーイっていうふうに喜んでるところもあれば、どうなるのかなっていう不安と両方ですかね。そんな感じがしますね。岸田さんの守護霊と麻生さん、うん、二階さん、この三者の守護霊団が集まって会議したりとかってやっぱりやってたりするんですか？やってますよ、もちろんやってるんですけど、僕が見る感じは二階さんのところの守護霊団ってあんまり談合しないんですよ。普通霊ってあの世に戻ると肉体を持ってる人間よりもピュアだったから本当に良くしようとかっていう風に話し合いするんですけど、二階さんのところ真っ向けなんですよ、僕が見ると霊団も、だからなんか俺が見てる感じでは、麻生太郎さん近辺の岸田さんとか、まあ、高橋さんというみんなそうですけど、それなりにみんな話し合いをしてますけど、二階さんのところやってないんで、だから怖いっていうのもあるんですよ。どう出るか分からない、簡単には引かないと思いますよ。だから何度も言うように黒幕なんです、本当の黒幕って何かっていうと、表だって動かないけども後ろで影響を与える人です。昔で言うと金丸信さんって言いましたね、それ田中さんの時にはね、金庫番がいたじゃないですか。あの人よりも強いと思います、二階さんは。なぜかというと重鎮がみんないなくなったからです。彼がところにボトボト落ちてきたんですよ、安倍さんの時にいっぱい落ちてきて、あここで俺がチャンスだってことで全部拾っちゃった人なので、強い政治家を日本の国民って潰す傾向あるじゃないですか。そのことによって本当にちゃんと作られてきたいろいろなその派閥の強いところもみんな壊されてるし、あとはまあ引退しちゃった人もいますので、そういう意味では今二階さんっていうのはみんなが考えるよりも大きな黒幕です。
だから二階さん自身も自分の使命を持ってこの世に来てますからね。うまく霊団としても、後ろの方に霊団がいますので、霊のチームがいますから、おそらく麻生さんたちと仲良くしようって気はない感じがします。だからまあ早いと思いますよ、結果は。なぜかというと、これ時間の問題なので、ここから1年2年かけちゃうと二階さんで自分の立場どんどんなくしていくので、動くんならとっとと動くと思います。だからそれはもう年末、特に今回の衆議院選挙も含めての結果見てからじゃないですか。一つね、政治家たちが言ってるヒントとして言ってるのは、今回大規模な復興予算が組まれるんですよ。これ多分史上初の金額になります。何兆円っていうお金が流れるんですね。で、その流れたお金に対して、今度は来年の予算案でこれ決定しますけども、それまでの流れまでが今回の戦いのいわゆる舞台になるわけです。いかに大きな予算を作って、いかに国民を納得させるか。ただお金をばらまこうかなみたいに公明とかちょっとパッパッパッと言っただけで、すごい戦いてるじゃないですか。なんだそれだったら、もう国民自体が全部今怒ってるので、皆さんもそうだと思いますが、想像している以上に、実は政治家が考える以上に国民が今すごく苛立ってるんですよ。だからそういう状況なので、果たして予算を組んでも、どんな形でそれをうまく納得させるか、もしかしたら消費税 5% まで戻して据え置きが一番いいのかとか、全部含めて今話し合いしてるんですよ。すごい調整の段階。じゃあ岸田さんの力を発揮できるって言ったら、全然そんなことなくて、経済界だったり税制調査会だったり、もう全然そういう総理と関係のないところの機関が今すごい勢いで動いてますから、で調整をしてるので、それはバックで麻生さんたち含めて、まだ二階さんも全然元気ですからね、そういう人たちが動いてる段階なので、最終的に政治家は自分の生き残りが大事なんで、いい形で残りたいっていうところでやってますから、今までだったら政治家が鍵を持ってたんですよ。でも今回はね、国民が持ってるんですよ。皆さん、そういう意味では今回のね、衆議院選挙大事なんですよ。誰が選ばれるか。だからよく皆さん自分の未来を考えるのであれば、今回の衆議院選挙をね、僕はしっかりと国民全員がね、興味を持って見届ける時だと思いますよ。岸田総理大臣の守護霊さんたちって、具体的にどんな人がついてるの？岸田さんはね、日本人がついてるんですよ、珍しく。日本の政治家って実は外国の人がつくの多いんですけど、今中心でやってるのは、もともと古来のね、平安時代にいた、その時も政治家をしてますけども、そういう男性がついてたりとか、周りにいる人たちも政治関係の人が多いですね。ただお役所的な仕事をしてた人が多くて、このいわゆる安土桃山時代とかね、平安時代とかみんなそうですけども、その当時の政治家ってお役人なんですよ、本当の。だからあんまりそういういろんな画策をして勝ち上がっていくみたいな、外国みたいな政治家とちょっと違うんですね。そういう意味でやっぱりすごく紳士的でいい感じはしますけど、戦い方を今回初めて学んでるっていう感じはします。逆に二階さんはモンゴル人がついてるので強いですよね。騎馬民族みたいな感じでどん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 こう進んでいくところとか、あとやっぱりその情報戦をするのが上手い人なので、情報をいかに集めてその情報を使って相手を倒すかみたいなやってたりしますね。で、麻生さんが意外と面白いんですけど、実は幕末の時にね、活躍してた志士、お前は言いませんけど、今度僕のオンラインサロンやるから、その時話しますよ。あのオンラインサロンやったらぜひ入ってきてください。今いろいろ言うとね、問題が起きることもあるので全部言えませんが、幕末の志士が実はやってるんです。意外と有名な人がやってるんですね。で、それはそれでやっぱりその亡くなった人がそれなりの思いがあって、いや日本をこうしたいんだっていうところから麻生さんについてやってるところもあるんですけど、なかなかセメントはこねますけど、他のことやってないよねっていうところで怒ってるところがありますね。まあそういう感じですかね、今ついてる方が言えるとしたらそういう感じですかね。